こんにちは、マッサンチャンネルのカンナです。動画をご覧いただきありがとうございます。ハリウッドスターの中には、映画のプロモーションなどで来日した時にとびきりの笑顔で対応し、時には日本語で挨拶したりする俳優さんや女優さんもいますよね。だからといって必ずしも日本大好きというわけではないのかもしれません。というのも、あまりにもハリウッドスターの〇〇は日本嫌いという噂が多いからです。どこの国を好きか嫌いかは個人の問題ですが、日本嫌いという噂のある、または過去にあったハリウッドスターや有名人についてまとめてみました。今回は日本嫌いの噂の多いハリウッドスター、有名人をご紹介していきます。ジュリア・ロバーツ、1967年10月生まれ、アメリカ合衆国ジョージア州出身のジュリア・ロバーツ。1990年に公開されたドラマチックなシンデレラストーリー、プリティーウーマンに憧れた女性も少なくないのでは。2001年のエリン・ブロコビッチではアカデミー賞主演女優賞を受賞しましたね。絶対に来日しないことが理由で日本嫌いではないかと言われ、来日しない最後の大物女優などと呼ばれていました。アメリカ国内での記者会見でも、日本人の記者がいると露骨に嫌な顔をするとも。そんなジュリア・ロバーツも2010年公開の映画「食べて、祈って、恋をして」のプロモーションのために来日。来日記者会見では、夢に見た場所、日本に来ることができて幸運と笑顔で語り、京都観光などを満喫したそうです。人種差別主義者と言われている彼女ですが、2010年頃にヒンドゥー教に改宗したと報じられています。オリビア・ニュートン・ジョン、1948年9月にイギリスで生まれ、オーストラリアで育った歌手・女優のオリビア・ニュートン・ジョン。4度のグラミー賞受賞歴のある彼女は、日本のイルカ駆除活動に対し、イルカのような可愛くて賢い哺乳動物を殺すことを認める国で歌を歌う気になれませんと、スポークスマンを通じて日本公演を拒否。これはオリビアの全盛期ともいえる1978年4月のことですが、半年後に来日し開催されました。彼女はイルカ駆除に反対でしたが、その後、イルカ駆除は領民が生きるためということを知ったからだそう。そしてイルカと人間が共存できる研究のためにと、海洋生物研究所に2万ドル寄付したそうです。日本公演のために何度か来日していましたが、現在は闘病生活中だそうです。ジョニー・デップ、1963年6月生まれ、アメリカ合衆国ケンタッキー州出身のジョニー・デップ。映画パイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパロー役以来、高額な報酬を得ている俳優の一人で、日本の女性にもファンが多いですよね。来日回数も多く、イベントなどではこんにちはを連発。駆けつけたファンにはサインや写真撮影に応じるなど、親日家のイメージでしたが、東日本大震災の時に放射能が怖いからと来日を中止したことで、日本嫌いなのかと噂されるようになりました。また他のハリウッドスターが多くの支援を行ったのに、ジョニー・デップは支援しなかったことも噂の元になっているそうです。そんな彼は、元妻であるアンバー・ハードへの DV 被害が事実であるという判決を受け、ワーナーブラザーズの映画「ファンタスティック・ビースト」を降板したそうです。アブリル・ラビーン、アブリル・ラビーンは1984年9月生まれ、カナダ・オンタリオ州出身のシンガーソングライター。2002年にデビューを果たした彼女は幅広い音楽性の持ち主で、日本でも絶大な人気を誇る歌姫です。しかし、東日本大震災の年に行われる予定だった日本公演を延期したり、2013年に予定していた公演をキャンセルしたことが原因で、日本嫌いなのではという噂が広がってしまったそうです。さらに海外でのインタビューで、日本の男性はニヤニヤしていてちょっと気持ち悪い、日本の男性はいやらしいと衝撃的発言をしていたとか、来日中に彼女を見かけた日本人カップルが近づいて声をかけた時も、女性には握手やハグをしたりしていたのに、男性には目も向けなかったそうです。
日本の男性が嫌いなのでしょうか。そんなアブリル・ラビーンは東日本大震災復興支援を目的とする留学支援プロジェクトに参加。日本のお寿司や日本での買い物が大好きという彼女は、どちらかといえば親日家と言えるのではないでしょうか。ユアン・マクレガー。1971年3月生まれ、イギリス・スコットランド出身のユアン・マクレガー。映画スター・ウォーズシリーズをはじめ、トレインスポッティング、ムーラン・ルージュ、ゴーストライターなどに出演している人気俳優。イギリス人は日本人が嫌い。イギリス人は日本人が外国人を外人と呼ぶのが嫌。イギリス人は黄色人種が嫌い。日本のメディアはくだらない質問をする。日本企業が一時期多くのアメリカの映画関連の企業を買収したといった理由で日本嫌いなのではと思われていたようです。しかし2018年に彼が来日した当時、直接インタビューしたところ、日本へはずっと行ってみたかったそうで、なかなか来日できなかったのは単にスケジュールの都合だとのこと。さらに来日して数時間なのにすごく気に入っているとコメント。またインタビュー前夜、娘さんと一緒に美味しいお寿司を食べたとか。川崎、ヤマハ、ホンダと日本製バイクを持っている彼は、いつか時間を作って日本の田舎を探検したいとも語っています。キャメロン・ディアス。1972年8月生まれのキャメロン・ディアスはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の女優でしたが、2014年作のアニーを最後に女優業を引退。ラブコメの女王などと呼ばれ、メリーに首ったけ、チャーリーズエンジェル、マスクなど数々のヒット作に出演していましたね。過去に何度も来日をドタキャンしたり、英会話 CM を批判し、対談では差別用語として使われることの多いジャップを連発したという噂があります。そのため日本嫌いというイメージがあるキャメロン・ディアス。16歳の頃のモデル時代に東京に2から3ヶ月滞在していた彼女は、その当時お酒を飲みすぎて失敗した経験があるとか。またその頃の待遇に不満があったとも言われていて、もしかするとそれが日本嫌いの元になっているのかもしれません。そんな彼女は過密なスケジュールでプライベートな時間が全くなかった。女優業を引退し、夫であるベンジー・マッテンさんと幸せに暮らしているそうです。リブ・タイラー。1977年7年7月生まれ、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身のリブ・タイラー。1996年公開の映画魅せられてや、1998年公開のアルマゲドンでヒロイン役を演じ、2001年からはロード・オブ・ザ・リングシリーズに3作連続で出演し、世界的な人気女優として知られています。アルマゲドンではテーマ楽曲を世界的ロックバンドエアロスミスのボーカリストで実の父親であるスティーブン・タイラーが提供したため親子共演となりました。父親であるスティーブン・タイラーは何度も来日しており、たい焼きが大好物の親日家であることが知られていますね。そんなリブ・タイラーはアメリカの番組で日本の悪口を言っていたという噂があり、日本のファンの間で話題になったことがあります。2017年には英国のラグジュアリーファッションブランドベルスタッフの銀座ストアオープニングレセプションでブランドアンバサダーを務めるために来日。鏡割りで祝福し、日本語で乾杯と音頭を取るなどしていた彼女ですが、ミニトークの際には銀座ストアを出店する銀座シックスのようなところで買い物をしてみたい、日本を楽しんでいるなどとコメント。噂では過去に日本の悪口を言っていたようですが、実は親子で日本大好きなのかもしれませんね。ウィノナライダー。1971年10月生まれ、アメリカ合衆国ミネソタ州ウィノナ出身のウィノナライダー。ビートルジュースやシザーハンズに出演し一躍人気女優に。1993年公開の映画エイジオブイノセンスではアカデミー助演女優賞の候補となり、1994年の若草物語ではアカデミー主演女優にノミネートされました。17歳のカルテではプロデューサーとしての手腕を発揮したウィノナライダー。そんな女優であり映画プロデューサーでもある彼女は、日本嫌い、
半日であると言われています。これはアカデミー賞のレッドカーペットでインタビューしようとした別所哲也をものすごい競争で睨みつけ無言状態になった。雑誌のインタビューでハリウッドの人は全員日本が嫌いと言った。日系のスタイリストがついた時、サイズも測らせずに衣装を選ばせて作り直すように命じるなど嫌がらせが露骨だった。はっきりと日本が嫌いと言っていたといった話が元になっているようです。育った環境が影響しているせいで、黄色人種に対する差別意識が根強いのではとも言われています。また、ハリウッド全般は中国資本絡みなので、日本を嫌う中国に媚びを売っているのではという意見もあるようです。チャーリー・シーン。1965年9月生まれ、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身のチャーリー・シーン。同じく俳優であるマーティン・シーンの息子で、ヤングガンやホットショット、プラトーンなどのヒット作出演で知られています。女性関係の問題や暴力沙汰、薬物依存、3番目の妻への暴行、さらには宿泊先のホテルでの競争などから、ハリウッドのお騒がせ王、マーティン・シーンのバカ息子などと呼ばれているようです。チャーリー・シーンもまた日本嫌いで有名な俳優の一人。うなぎやクジラ、野球、内野安打をバカにするという噂があり、1994年公開の映画メジャーリーグ2で共演した石橋貴明に見立てた男性を笑いのネタにしたとか。そんな彼はプレミアムテキーラブランドドンスエノスの共同経営者の一人として2019年7月日本で行われたセレブレーションパーティーのスペシャルゲストとして参加するために来日。ちなみにドン・スエノスのオーナー久美子ジママンは日本人女性です。禁酒中の彼は会場では炭酸飲料を飲み、日本人ファンの多くと触れ合う機会を楽しんでいた様子です。ペネロペ・クルス。1974年4月生まれ、スペイン・マドリード出身のペネロペ・クルス。ベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した1992年のスペイン映画ハモンハモンでスクリーンデビューを果たし、スペインを代表する監督の作品に出演するようになりました。その中でもスペイン国外での評価も高かったオールアバウトマイマザーに出演後は、アメリカやイギリス映画への出演が増えるように。2009年公開の映画それでも恋するバルセロナではアカデミー助演女優賞を受賞。バニラスカイやパイレーツオブカリビアン生命の泉などに出演するなど、世界で活躍する女優として知られています。そんな彼女には日本嫌いの噂が。映画バニラスカイのプロモーションなどで何度か来日していますが、噂によると日本人に生まれなくてよかったと発言したことがあるそうです。しかし来日した際の記者会見では、日本、東京に行きたいと思っていた、絶対にまた戻ってくるなどとコメントしています。ジェニファー・ラブ・ヒューイット。1979年2月生まれ、アメリカ合衆国テキサス州出身のジェニファー・ラブ・ヒューイット。1993年、天使にラブソングを2でスクリーンデビューし、映画だけでなくテレビシリーズなどにも出演、プロデューサーも務めています。身長157センチの彼女は日本でのアイドル的な人気が嫌だったとか、小柄な自分が日本で人気があるのは日本人が小さいからと話していたことで日本嫌いなのではと言われているようです。ミシェル・ロドリゲス。1978年7月生まれ、アメリカ合衆国テキサス州出身のミシェル・ロドリゲス。2000年公開の映画ガールファイトでスクリーンデビューを果たした彼女はワイルドスピードシリーズやバイオハザードなどに出演。タフでワイルドな役がぴったりのアクション女優として知られているミシェル・ロドリゲスですが、日本嫌いなのではという噂があるようです。彼女は2010年頃から海洋生物を保護するための直接行動を掲げるシーシェパード環境保護団体に参加しています。多くのハリウッドセレブのような資金面の援助だけでなく、実際に乗組員になるためのトレーニングを受けているとか、どうやら捕鯨問題が元で日本嫌いかもと言われているようですね。趣味が銃トレーニングというミシェル・ロドリゲス。
過去に何度も飲酒運転やスピード違反で刑務所に入ったことがあり、ワイルドな私生活を送っていたようです。日本が嫌いという噂のあるハリウッドスターは、ご紹介した以外にもかなり大勢いるようです。火のないところに煙は立たぬと言いますが、噂というのは尾ひれがつきやすく勝手に広まってしまうもの。ハリウッドスターですから、どこまでが演技なのか分かりませんが、ほとんどの噂ははっきりした根拠がないという印象を受けました。噂というのは怖いですね。いかがでしたか？コメントとグッド評価、チャンネル登録をしていただけると大変励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。マッサンチャンネルのカンナでした。